私、木之本さくら、中学生になりました。ある日、不思議な夢を見たの。すべてのカードが揃ったとき、それは終わりへの始まり。デリーズ！カードキャプターさくらクリアカード編、2018年1月7日 NHKBS プレミアム放送。